はい、というわけで、勝負の時が来た。いや、何ヶ月ぶりこれ。ねえ、剣盾の DLC が出てから、まあね、適当にパッと進めて動画にしたわけじゃないですか。その後に、まあ一応ね、いろんなポケモンが解禁されたわけでして、まあね、いろいろ育成したわけですよ。で、今回はその育成したポケモンかつちょっとやりたいことがあるんで、それを見せていきたいと思います。はい、というわけで、ボックスにいますね。一応ですね、見てください、このメンツ。パーッと今見せましたけど、このメンツはちょっとやってますね。一応、まあ、バトルボックスにしようかな。せっかくだから。XX でいけるね。はい。こんな感じです。なんか、過去に僕、アメパの動画を上げたじゃないですか。アメパが、なんか、よくわかんない形になって帰ってきました。はい。こちら。ペリッパーです。前回のペリッパーと違い、色違いなんですけど、これには訳があって、左下、パッと見ていただくとわかるんですけど、この、これポケモンの Y から連れてきます。で、Y からの過去作のポケモンが、今作ランクマッチでも使えるようになるっていうような修正とかがされまして、それを施した形のペリッパーですね。なんか偶然出た色違いが、そのまままあ薬漬けになりまして、こんな感じ。こちら、ニョロトノです。名前変えてないんすよね。名前変えてあげてほしいんだけど、おや、俺じゃん。なんで変えてないのかがちょっとよくわかってないんですけども、こちらニョロトのね、今作で解禁されました1匹です。で、特性はアメフラシ、ペリッパーと一緒ですね。なんで2体入れてんだとアメフラシ。こちらもね、今作で解禁されたキングドラ。はい。まあ、これ卵作ってね、返しました。今作キングドラね、まあ、物理型もあるみたいですね。なんかアクアブレイクとか、そういうのを使うんかな。で、技はまあ、まあ、こっちは特殊型なんですけどね。こいつ前回からいますね。ルンパッパです。はい。アメパのルンパッパは弱いわけないんですよ。個人的な感想ですけど。まあ、こいつらももちろんスイスイですね。キングダルともにね、今日アメパの強力なアタッカーとなり得る存在です。急になんか、なんで中ポケが出てきたんだと。皆さん突っ込むと思うんですよ。ギルガルトといえばまあね、知らん人とは言わない、ランクマッチのおなじみの中ポケで、まあ見ない人なんていないんじゃないかと。まあ、落ち着いてください、皆さん。僕のギルガード、他の人ギルガードとは人は違うんですよ。見てください。こちらの能力。普通、普段ギルガールドを使ってる方だったら、まあ、なんだこれはと。思うようなステータスしてるんですけど、ニックネーム基本型って書いてあるじゃないですか。見てください、このステータス。努力値、はい。こちらはジャラランが今作でね、解禁された、ポケモンではないです。元からいるよね、ジャラコ。うん、今作、別に DSC 来る前からいるんですけど、こいつ。もうこいつの姿をランクマッチ動画で見たことがないんですよ、僕。じゃあ、マイナーだね。で、今回やりたかったのが、以前、ここをくり、ストーリーを一通り終えますと、こちらで、縛りの組手っていうのがありまして、これがね、ポケモンタイプを縛って戦うと。だから、同じく、そうだね。5回連続で勝てたこと。だからこれをやりたいなぁと思うんですよ。ちょっと待ってね。その前に、設定で多分アニメーション。はい、OK です。縛り組手をね、やっていきたいと思います。アメパっていうことで水タイプが今4体という雑な構成なので、まあ、このね、縛り組手でね、水タイプ3体出せますんで、これでちょっと縛り組手やってみようかなと思います。縛り組手の水を、これで選ぶと。参加するポケモンの数は多すぎます。はい、というわけで、3体に急遽組み直しました。結局、ニョロトのどこ行ったんだ。さあ、どんなんなんだろう、縛り組みて。5戦勝ち抜くと終わりっていうやつなんで、どうなんだろう。で、回復ができないみたいなんだよね。なんか途中に回復が2回だけできるっていうわけなんで、これ再生持ちの方が強いんじゃねえか。これ、いけるか本当に。さあ、久しぶり、マジで久しぶりだ、ポケモン。あ、グソグマ社？え、向こうも水タイプで来るってこと？あ、そういう感じか。いや、これ怖いな。ランタンとか来たら終わるぞ、これ。ランタントリトドン、なぜ天敵になるぞ、これ。ちょっと怖いな、ランタントリトドンが。それ怖すぎでしょ。さあ、縛り組めて第一戦がスタートして、いやー、暴風で盾は取れる。暴風盾は取れるから、いや、言っていいと思うけどな。出会い頭怖いな、でも。出会い頭でも半減でしょ？パリピドリ耐えるだろ、さすがに。それタイマー切っちゃうのもありだな。で、水タイプって他になんかいっぱいいるのでも。何これ？あ、出会い頭とか打たない？暴風で角位置でしょ、こんなん角位置よ。オーケーオーケー、素晴らしい。できるだけ消耗せずに行きたいからね。回復が2回しかできない。あ、ちゃんと、そういうか、あ、
違うわ。別に、なんか敵が統一してるわけじゃないのか。さあ、どうする？ドラピオン。雷の牙とか持ってたら格打ちだぞ。怖すぎ。と。はい、暴風で。どんぐらい？半分ぐらい行こう。あ、いいね。あ、幸運ランもしていくよ。いいよ、いいよ。さあ、パリピロイどう？ここ回避できる？ここ回避できるでかいよ。はい、回避。いや、ナイス回避。いいよ、ナイス。でも、暴風でもこれでも終わりよ。オーケーオーケーよし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 。2回しか回復できないうちに、さっとここら辺突破したいからね。いいよいいよ。うおーい、ニョロトノ来た。水タイプ2体目、ニョロトノ。トノ？いや、打点ないでしょ、ペリッパーに。なんか最近、大地の力とかを習得したみたいなんですけど、新環境によって。それでも打点取れるわけないからな、ペリに。お、ナイス急所。いいよ。迷惑かけないからね。滅びるとやけくそやめ。やけくそすぎるやろ、その滅びの歌は。やけくそやめ。勝った勝った勝った。普通に勝てる、普通に勝てる。これで普通にもう。いいね、3立て、ペリッパは3立てルートでかいよ。いいいい、よし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 。ってことは、あんまり消耗できないね。アーマーガー、アーマーガーが、結構有名なやつ来たな。てか、ちゃんと敵ガチだな。で、で、敵結構ガチだろ、これ。下手になんかこう、でもアーマーガーって基本的に、基本的な話ですよ。攻撃技ってあんまないっす。基本的になんか、なんか適当なことしてボディプレスなんだらしてくるタイプなんで、まあ、よほどのことがない限り大丈夫と思うんですよ。あ、PP も回復してない。ってことは、もし食らってたらってことか。まず、トンボで、パリピドリ君は、この先も使えると思うんで、まずちょっとトンボでちょこっとやっといて、ここはね、グドラの力見せていきたいと思います。このシプリンちゃん行ってこようぜ。こいつでどんぐらい出るからな。行け、シプリン。さあ、何来る？アーマーガー。何してくる？はっ！はっ！ちょっと待って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 。ちょっと待ってくれ。あ、誰が徹底抗戦って言うんだよ。超攻撃型じゃねえか。やるか、こっちも。やるしかねえだろ。誰が超攻撃型になるって言ったんだろうね。行くぜ、久しぶりこのアングル。ダイマックスも久しぶりだ。行ってかない、シプリーン。来た来た、キングドラダイマックス。これで一気に3立てするぞ。もう3立てルートよ。狙うは3立て。行ってこい、キングドラ。まあ、スイスイでね、ほぼ確実に先制できるんで、はい、ダイストミュー。いくぜ、せーの、これが本当の徹底抗戦だ。おら雨降ってるし、わざわざ大ジェット打ち直す必要もないでしょう。こだわりスカーフもちろんない限り。はい、ドンうーわ、えげつえげつ。あー、剥がれるか。ガンジオ持ってるやつだな。これ、ガンジオ持ってる系ポケモンだな。ガンジオ持ってる系ポケモンはちょっとね、嫌な予感がしますね。どうせでも、波乗りで落ちるんすよ、相手が。あ、でもどうだろう。雨ってもう何ターンで切れる？あ、大丈夫だね。じゃあ、大ドラグーン一回撃っといて攻撃下げて、安全に次波乗り倒そうか。これどんぐらい出んの？今一つとはいえ。今一つとは思えやん火力が出たわ。もうすいません。今一つとは思えない火力出ました。もう攻撃下げて安全に処理しましょう。耐えるでしょ。あ、ボディプレスやっぱ。防御ちゃんとしてきたな。いや、キングダの HP が瀕死だぜ。まあ大丈夫でしょう。波乗りで処理して終わり。いやー、どうなんだろう。これ回復できないのもあってさ、シプリンがほとんど、クッション役にしかなんないか？命なんかここでなんか痛い目に見ると思わなかったな。よし、突破、2回戦も。いい調子、いい調子。シプリン頑張ったね。さ、回復はせずに第3戦行ってます。いや、ここで回復しておいてがよかったかな。うわ、ザラなんか？やべ、600速で生きよった。ちゃんとしてやがるよ。でも、初手がパリピドリはね、でかいっすよ。暴風でとりあえず打点を取れるんで、これで暴風でどんがいくからね、ジャラランガに。ワンチャン角位置も、向こうのジャラランガもね、そんなに耐久に振らなければそんなに硬くないから、ワンチャンね、いけるし、ワンチャン大魔もありなんだけど、ダイマックスもありだな。いや、いいか、さすがに、さすがに暴風でいっちゃった方がいい。OK、先制を取れる、暴風でどんがいく？角位置取ってもいいよ。はいはいやるねのこっちか。やだな、のこっち。何か嫌かって、ヘビニラミーとか、イワナダレーとかしてくるから、なんでちょっとなまったの今。イワナダレーって何
そう、ヘビニラミとかイワナダレ、まあ、アヒルミとかは強いんだよな、普通にこいつ。侮れないなぁ、あのこっち怖いなぁ。考えると結構難しい。おい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 、待て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 、それ最強の運ゲー、最強の運ゲー、それ天メグの最強の運ゲーじゃねえか。もう泣いていいよのこっち、君泣いていいと思う。全然発動してないじゃん、かわいそうになってきた。いいね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 。さあ落とすパス、あ、格闘のやつだよね。ナイス、ペリッパーで立てちゃおう。暴風残り1回、いや立てていい、立てて、普通に立てる、ワンパンいけるよ。パリピドリやるね。強い強い。てか普通にやりやすいようになってんのかな、もしかしたら。いや、よかったよかった。これ回復済まさんでも十分だわ。突破するだけなんで、もう一戦ごとに回復できるって結構ね、うわ、めんどくせえ。このアメパにおいてめんどくせえのが来たな。アメパにおいて満タインとかいうさ、特防お化けやめてほしいんだけど。そうだよな。こいつ貯水とかあるよな、んで挙句の果てに。結構ね、特防高くて耐久系のいやらしいポケモンなんですけど、まあ、キングドラに回しましょう、ここは、まず。うわっ！こいつは雨の恩恵を！やめろー！やめろー！危ねえ！あー、混乱する！混乱は話が違ってくんなー！混乱は話違ってきたぞー！うわー、雨の恩恵を向こうが生かすってありかよ、そんなの。やべえな、これ。これね、ダイマックスしてのこのダイヤシットっていうのがあって、これ特攻上げつつ突破しようかなと思ったんですけど、きつくなってるぞこれ、大丈夫か。いやー、まさかの天候逆入りようか、満タン、しかも攻撃型かよ。鉄筋もっと耐久に打ってくると思ったのによ、耐久してこいよおめえ。普通のアタッカー型やめてくれる。あー、まあガロになったらさ、いいんだけどね、あの火力で押してくる方が俺はいいんだけど、確かに。さあ、自覚が、シプリンの自覚問われます。頼むぜ。お前今動画待ってるよ。おっしゃ、いいよ。まずここにそんなにダメージ与えないんですよ。でもまたに特防ボケなんで全然効かねえじゃねえか、にしてもよ。速攻上げて突破するんで、まあ、いやでも命の弾効いてくる。いやー、暴風確定命中、一体誰だ、確定命中にしたの。大ドラグーンで、ここでどっちにしても弾で落ちちゃう。どっちにしても弾で落ちる。マジかよ。おお、でもシプリンすげえぞ。お前動画回って張り切ってんな、シプリン。お前今日張り切ってんな、動画で。動画だからって超張り切って、超自覚の塊じゃん。よくやったよくやった、あとは任せろ。大丈夫だ、あとは任せろ。あ、4で残ったよ。ニョロボン。うえ、ニョロボンここで来る。あれ、ニョロドラの仇討ちに来たんすか。あれ、ニョロドラの仇でも討ちに来たんすか。て、なんか向こうも雨逆利用してくるのやめてほしいんだけど。いや、自覚あればいける。あ、来た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 、シブリン、シブリン、はい、ボフ、はい、いや、熱いよ。シブリン頑張ったな、お前。シブリンやるじゃん。マジで頑張ったじゃん、キングドラ。やばいやばいやばい。この動画で一番お前抱えてたぞ。サムネお前だぞ、多分。あー、ギャラドスか、水統一できたな、ってか。急に向こう水統一してきたな。いや、ギャラか。ワンチャンこれね、ペリッパーで仕留めないとやばいな。威嚇ギャラ、地震過剰じゃないのだけありがたい。さあ、まあ、ここは普通に暴風で突破を狙います。普通にいけるか ?2 発ぐらいでいけない、あー、3発いるか。ここ風、特殊型。なんなん、ギャラスの凍える数とか、もう希少種やめてよ。なんで凍える数とか中途半端な S 操作が入るんだよ、おめえに。おい、しかも乱数で倒れたぞ。いや、でも今回キングダイ頑張らなかったら負けてたで。さあ、第5戦。これで最後だよね。5人勝ち抜けば終わりなんで、回復を挟んで、最後5戦目。さあ、何が出るか、意外と順天とか使ってきたら俺怒るよ。スターミー、あ、水統一になってきた、急に。急に向こう水統一に。スターミーか。10万ボルトとかあるよね、君。マジで結構いろいろ特殊なんだよね。あいつに回そうと思います。残り1匹。こういうところで生きてくんだよね。特殊メタにしてあるんですよね、うちのルンパちゃんは。ここでルンパちゃんですよ。突撃チョッキ持ってますよ、こっち。突撃チョッキもタワーマスター、行ってこーい。こいつでいけるだろう。余裕、10万ボルト余裕ですよ。突撃チョッキです、こっち。えい、オッケー。命の弾スターミー、ガチだ。ま、ここはちょっとね、コパン入れて、まず崩し入れて、崩しの猫魂入れて、スイスイであるんで、次は先制できます。
ギガデイン、ギガデイン、ギガデイン、ギガデインだって。洞窟、洞窟の。ギガドレイン。はやーし、よしよしよし。気持ちいい突破だね、これ。非常に気持ちいい突破できてるよ。いや、ルンパッパ、こういうの使うんだよね。素と口の低さを推進と突撃直撃で無理やり補ったからね、こっちは。はなんか出てきた。え、ウルがどうだろう。ルンパでさ、仮にルンパッパでさ、なんか、後ろに突破できるやつがいるって考えると厳しいんだけど、熱湯で一応弱点は取れるんだよね。なんだったらここでダイマックスの大ストリームいいんじゃないかなって思ってる。これでいけるでしょ。ウルガモステートだったらね、いくらなんでもルンパッパのこの大ストリームで手動できませんかね。行ってこいルンパッパ、5戦目だけ輝け。お前最終的に全然輝いてなかったから、行ってこいルンパッパ、いけるぞお前。強引突破狙います。ファッサー大ストリームなあ、うわぁ、やったお前輝いてんぞ今日。ルンパッパ今日も今日も輝いてんだお前。いいぞいいぞいいぞ。オーロット。あ、でもそれやったらルンパの時に出せばよかったのに。お見通し。お見通しされましたよ。今更ですよ。草ゴーストでしょ、ダイアイスあります。自分の天候を変えてしまって申し訳ない。せっかくペリの天候を戻してしまって申し訳ない。ダイアイスあります。吹き飛ばそうと思います。ダイアイス、いけ隔離、確定2発ぐらい行くでしょ。あ、さあ、氷が。突然のあられが。ああ、確定2発。十分十分。さあ。雨がね、急にあられに変わりました。ボルターガイスト、また新技を。あ、うまいこと考えんな。突撃直撃が襲いかかるようになるのか。こっちの持ち物だもんね。あ、なるほどね。うまいこと考えんだな、最近の新技って。まあ、普通にもう大アイスで終わりでしょ。どんなに粘るが無駄ですよ。はい、終わり。はい、勝ち。いやー、頑張った、頑張った。すげえ、頑張った。やったー。頑張ったな、水3体。20ポイント手に入れたよ、今。ごめん。さりげなく飛ばしちゃったけど、20ポイントも手に入れたわ。すごい。あ、え、さらに30ポイント?え、でっか。50パ飛ぶで一気に手に入れたじゃん。やったね。はい。というわけで、今回主に使ったのが3体だけになってしまったんですけど、一応、まあ一応ね、レンタルチーム公開しておきます。まあね、ポケモンのエンジョイ勢が組んだもんなんでね、ガチ勢のもんと比べないでほしいって。あとね、僕じゃないとこれ使い方分かってないでしょ。うん、ギルガルとか一切払ってんだもん、どう見ても。はい、というわけでね、よろしければこちらの方をね、レンタルしてぜひ使ってみてください。まあ、多分、誰も使えないよ。